今日は夏休みの日曜日なんですけれども、一日のお食事をとっていこうと思います。ただ今の時間は7時23分です。チーズ乗せちゃおうかな。寝起きですぐカメラ回してるのですっぴんなんですけれども、今ねちょっとパン焼いてるのでその間に体重測っていこうと思います。外食行ってね、結構デザートまで食べちゃったので増えてるかなと思ったんですけど、41.4、体脂肪率 21.8、 あ、筋肉量ちょっと下がっちゃってますね。はい、こんな感じでした。あ、そんな増えてなかったのでちょっと良かったです。まあちょっと減ってましたね、むしろ。はい、で一応まあ体重は毎日測ってるんですけど、まあ参考程度にですね、毎日違って当たり前なので増えてる時もあれば減ってる時もあるので、まあ、特に見てるのは、体脂肪率。今ちょっとね、筋トレとかもしてるので筋肉量は見てます。日々変わっていくので、まあ、一喜一憂せずに大体2週間の平均ぐらいで見るようにしてます。割ろうと思って体幹と腹筋を鍛えております、はい、ちょっとずつですね。そんなに大きく変わりはありません。でもちょっとね、うっすら割れてきたかな。はい、でパン焼けてきたと思うので朝ごはん食べようと思います。はい、あ、ヨーグルト忘れてたのでヨーグルトも準備します。私はいつもこちらですね、プロテイン 10.2g、 砂糖不使用のパルテのギリシャヨーグルトです。旦那さんとか息子は苦手なのでこちらの、甘味料入ってるヨーグルトを毎日食べてます。いただきます。ドレッシングはこのアマニ油のドレッシング。でも普通に加糖ブドウ糖液糖とか人工甘味料とか添加物もねちょっと入っている感じになるので、量はね少しにしておきます。
ヨーグルトは後でコーヒーと一緒に食べようと思います。ね、コーヒーは旦那さんが入れてくれて、豆乳入れてくれた。何ミリリットルぐらい？100ぐらい？100ミリリットル入れてくれたので、だいたいタンパク質 4.2 グラム。これとこれ後で取ったら14グラムタンパク質が取れます。ちょっとだけ飲んじゃおう。コーヒーって鉄分の吸収を邪魔しちゃう可能性があるので、貧血気味になっちゃってる方とかは、なるべくご飯を食べてから30分とか開けてもらって、鉄分の吸収が終わってからコーヒーは飲んでもらった方がいいです。はい、こんな感じで Zoom オンラインを使ってみんなで言ってる。はい、全国のダイエットの講師の方たちがね、集まってくださってます。はい、今から2時間ぐらい学びの時間になりますので、はい、こんな感じです。12時半です。ちょっとお仕事終えたのでランチに行こうと思います。どこ行くんですか？パスタ？パスタパスタ、ホエパスタ、ホエパスタ、うん、低カロリー高タンパク、あ、低カロリー高タンパクのパスタが食べれるということで、なんか食物繊維もあるっぽい。結局ヨーグルト後で食べようと思ったけど食べれてないです仕事が始まっちゃって食べ逃しちゃいました。今日は息子がいないのですよ。なのでちょっと旦那さんとデートみたいな感じになってます。なので昨日の夜もね、2人で食べに行ったんですけど、今日もちょっとランチ食べに行こうかっていう感じになっております。ちょっとおしゃれな場所に着きました。あ、ちなみにザラです。これもスカートもザラで、靴がセルフォード、ちょっとね、大きいだから遠出はちょっと難しいかな。はい、今日はちょっと全身ザラコーデです。で、なんか襟がね、大きいからちょっと見えた方がいいかなと思って、髪の毛さっき急遽結んでみました。行こうか。めっちゃチーズ好きなんですよ、私。息子がめっちゃチーズ嫌いなんで今日は前から食べてみたかったチーズをちょっと食べてみようと思います。すごい、和のパスタ、これ美味しそう。食物繊維とタンパク質取りたいから、この私これにしよう。